どもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。違いますね。今日はですね、8月の29です。一食目は、はい、時間が9時過ぎです。明日は学校ですね。明日は学校です。学校が終わったら次は MRI 取りに行きます。でも、金曜日から始まります、学校は。うん、ちょっと登校日ね、明日は。まあ、それはさておきですね、こっちゃん。この前、ゆうすけのライブに行ってきましたね。おとと日曜日。うん、行ってきました。どうでしたか？楽しかったし。一番面白かったというか、一番ここが良かったなと思うところはどこでしたか？一番印象に残ってる歌。ヒロインズルクリーっていう歌。あの歌が好きやったの？こっちゃん、イチョウじゃないの？イチョウ。イチョウの時なんか一番こうノリノリやったよ。イチョウとその歌が好きやね。そうか。イチョウとか。よかったね。で、嬉しいこともありましたね、ライブに行って。何ですか？それは、これですね。これはね、ゆうすけのファン仲間の、同じゆうすけのファンのこちゃんの友達ですね。YouTube をいつも見てくれてるらしいんですけど、ちひろちゃんっていう子にプレゼントをもらいました。ありがとう。ちひろちゃんどうもありがとう。うん、何でしょうか。おっ、おっと、これは、これはミニミニトーマス。お、いろんな種類を買ってきてくれました。5個買ってきてくれました。すごいね。ちゃんと YouTube の動画を見てくれてるので、しかもいろんな、第何弾がいいか分からへんかなって言って、これなんか第3弾トーマス3、第3弾これも第3弾これはミニミニトーマス2の、2じゃ3の第2弾それは何弾？これ、うん、これは、これも第2弾。はい、これはこれは第1弾もありました。すごいですね、いろいろね、選んで買ってきてくれたので、5つ買ってきてくれました。ほんと、多分動画見てくれてるからありがとうっていう時、うんうん、動画にありがとうっていう時、ありがとう。はい、じゃあ早速ね、いただいたミニミニトーマス何が入っているかを開けて見ていきたいと思います。はい、じゃあまずいきますよ。まずこの第1弾からいきましょうか。第1弾からいきますか。ミニミニトーマス、はい、3の第1弾からいきたいと思います。さあ何が入っているんでしょうか。はい、何が入ってるか開けて出してみてください。はい、番号みんな、番号はね、番号見やんと、番号はかぶんねん。で、え、で、はい、117番ですね。117番です、はい、トーマス3の第1弾117番は何が入ってるでしょうか。はい、じゃが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 じゃわかれへんな。これ見たら載ってるのかな。サムソン聞いたことないな。あ、これや、ここにも載っています。ここにも載っていますね。この子ですね。アボカドくん、うん、ゴーヤくんです。はい、まず一発目はゴーヤくんでした。はい、次いきます。第2弾トーマス3第2弾いきまーす。第2弾は番号は、あ、番号ね、番号は、はい、番号は129番です。129番、はい、何が入っているでしょうか。どうぞ。はい、じゃ
ャカジ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 ャカはい、リーデル10が出ました。よかったです。ストップ。はい、次行きまーす。次はね、あ、これもう一個あるな。はい、これはね、トーマス3第2弾の、129番ですね。あ、違う、129番、さっきのやつや。70番ですね。番号若いぞ、こっちゃん、今度は。何が入ってるんでしょうか。はい。どうぞ。どうぞ。ダカ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 はい、いきます。次はですね、第3弾3第3弾の69番です。番号若いです。何でしょうか。楽しみです。残り何個？あと2個です。これともう1個です。どうぞ。これともう1個ちゃうで。3個やで。これはもう空っぽや。これとあともう2個出てるから。いきます。じゃが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 じゃん。お、なんだこれは。ピーコックミリ。ピーコックミリ見てわかんねえや、すげえ。はい、ピーコック、ピーコックってあれやな、クジャクやな。お前クジャク柄です。クジャク柄のミリが出ました。はい、これシークレットもあるんですかね。どうでしょうかね。よし、じゃこちゃん次最後ですよ、ね、お、これ番号だいぶいってますよ。141番。トーマス3第3弾141番いきます。トーマス3ミニミニトーマス3第3弾141番。はい、お願いします。どうぞ。じゃが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 じゃパーシー。タコパーシー、ほんまや、タコパーシー持ってる？持ってない。なんで知ってんの？タコパーシータコパーシーあげました。おお、これすごいな。止まれ。タコパーティーじゃないタコパーティーじゃない、タコパーシー出ました。はい、タコパーシーです。よかったね。すごいね、タコの絵がね、こう書いてありますね。タコパーシー出ました。はい、っていうかパッと出た瞬間何が出たって分かるところがすごいね、あんた。はい、こういう感じでしたね。じゃあこちゃん順番にちょっと紹介、あ、順番にちょっと紹介してください。順番にちょっと紹介してください。初めに出てきたやつはかぼちゃくん。じゃあモンスターゴーヤくん。ゴーヤくんね、ゴーヤくんです。名前が分かりません。ゴーヤくん。ほんでサムソン、サムソンです。ゴーヤサムソン。タコパーシー。タコパー、はい、最後タコパーでしたね。ほんでタコ焼きパーシー。ピーコックミリ。ピーコックミリ。ピーコック、ピーコック、はい。そしてパクソン。はい、ノーマルパクソン。はい、そしてディーゼル10。ディーゼル10です。ノーマルです。やりました。これとこれはノーマル。うん、なんか緑系多いな。やりました。じゃあこちゃんというわけでですね、たくさん出たんですけど、もうね、実はね、こっちゃんの持っているこの、うん、なんだこれ、入れ物はもう入りません。トーマス収納バケツ。もう2個ずつ入ってるような現状になってましてね、もう入らないんです。というのを八木野ちゃんはお見通しでして、
おまけで、ああこらこら、おまけでこういう箱がね、たくさん買った箱をくれたっていうことで、この箱もくれました。箱がついてきました。箱ついてきました。ついてきたからこれもあげますってくれました。優しいです。かなりいいやつです。でも何かあったらお返ししないと。はい、じゃあこれ、この箱にまたたくさん入れていきたいと思います。はい、どうぞ。全部出さんでええかな、別に。ごめんごめん。はい、はい、この箱にもちょっとまた入れといてね。はい。2個ずつ入れるのはちょっと予想。うわ、ようさん集まったな。すごいな。はい。はい、やこちゃん。というわけでですね。はい、今日は。ゆうすけのライブに行って、ちひろさんに会いまして、で、ミニミニトーマスをプレゼントでもらいましたというお話でした。じゃあのー、イエーイ、今日はパッ。